どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、 ANA プレミアムポイント2倍キャンペーン来ましたということで、こちらの解説ですね、やっていきたいというふうに思います。いや正直ね、本当にすごいですね。しかも今回のねプレミアムポイント2倍キャンペーンはですね、全員対象ということで、以前のようなですね対象者限定のねキャンペーンではありませんので、この点はですねご安心いただければなというふうに思っております。それでは早速ですね、キャンペーンの概要ね、いきたいと思うんですけども、期間はですね、2021年の3月の22日から2021年の6月30日までっていうふうになっております。ということで、こちらね、もう開始になってるんですよね。でですね、対象者は全 ANA マイレージクラブ会員っていうふうになっておりまして、エントリーもね、不要っていう風になってるんですよね。 ANA のねマイレージ会員であれば対象っていった形になっております。でですね、対象路線に関してなんですけども、 ANA および ANA グループ運航便国内線全路線っていう風になっておりまして、提携航空会社が運航するコードシェア便についてはですね、 ANA NH 便で予約搭乗したのみね対象っていった形になっております。でですね、対象運賃に関してはマイル積算 75% 以上の国内運運賃という風になっておりますので、ここはねちょっとね後でね解説させていただきたいなという風に思っております。でですね、積算時期に関してはこんな感じになっておりまして、通常積算されるプレミアムポイントをですね月ごとに集計して、それとね同じプレミアムポイントをですね翌月末にね積算されるっていった形になっております。ということで、3月の22日から4月30日までね搭乗した分は5月下旬っていう風になっておりまして、5月にね搭乗した分は6月下旬、6月にね搭乗した分は7月下旬にね付与されるっていった形になっております。でですね、フライトマイルをですね事後登録された場合はですね、搭乗日の翌月15日頃までにですね登録完了分をですね先ほどの日程ですね積算されるっていう風になっております。搭乗日の翌月15日頃から2021年4月30日1日までに登録完了分についてはですね、2021年の8月下旬にね積算されるっていう風になっております。でですね、注意事項なんですけども、2021年8月1日以降にですねフライトマイル事後登録された分に関してはですね、本キャンペーン対象外っていう風になっております。またですね、今回のキャンペーンについてはですね、以前もねそうだったわけなんですけども、今後ですね感染拡大した場合はですねキャンペーンね中止になる可能性があるっていう風になりますんで、この点をね覚えておいていただきたいなっていう風に思っております。前回のね対象者限定のねプレミアムポイント2倍キャンペーンっていうのもねあったわけなんですけども、こちらはですね感染拡大でね中止になったっていう風になっておりまして、急にね発表されて、特に中止までにですね猶予もなしっていった形になりますんで、この点はね覚えておいていただきたいなっていう風に思っております。それではですね、今回のプレミアムポイント2倍のねキャンペーンの対象運賃なんですけど、マイル積算 75% の国内運賃がね対象というふうになっておりますので、この点はね本当にね注意していただきたいなというふうに思っております。2021年3月現在ですね、 ANA 国内線のツアーであったりタイムセールに関してはですね対象外というふうになりますので、こちらねプレミアムポイント2倍に、ね、なりませんので、本当にね注意していただきたいなというふうに思っております。でですね、マイル積算 75% 運賃って何ですかっていう話なんですけども、こちらね ANA の公式サイトなんですけども、細かくですね対象クラスのね積算率がですね出てるっていう風になりますんで、こちらね 75% 以上の積算クラスをですね利用する必要があるっていう風になりますんで、価格はね安くてもですね対象外であればですね通常のねマイルしか積算されないっていう風になりますんで、こちらね確実にねチェックしていただきたいなっていう風に思っております。でですね、 ANA のタイムセールが行われているっていう風になっておりまして、こんな感じで出てくるんですよね。真ん中の方にですね極端にね安い運賃があると思うんですけども、こちらねスーパーバリューセールということで対象外の運賃という風になりますので、注意していただきたいなっていう風に思っております。それではですね、今回ねプレミアムポイント2倍キャンペーンね発表されたということで、かなりねすごいキャンペーンという風になるわけなんですけども、 ANA はですねこんなね世の中の状況を見てですね2021
2021年度 ANA の、ね、ステータス、ね、保有されている方、ブロンズ、プラチナ、ダイヤモンドの方、またですね、2021年の1月から12月にですね、ANA グループ運航便に搭乗された ANA マイレージクラブ会員の方、またね、SSC 会員の方にですね、プレーンポイントね、付与するっていうね、すでにね、発表していますよね。ブロンズであれば8000ポイント、プラチナであれば1万5000ポイント、ダイヤモンドであればですね、4万ポイントがね、もらえるっていう風になります。またですね、ANA 一般会員の方、またね、SFC の方はですね、3000ポイントがね、もらえるっていう風になります。ANA 一般会員の方と SFC の方はですね、搭乗したらね、この3000プレーンポイントがね、もらえるっていう風になっております。ということで、ANA 一般会員の方はですね、搭乗すればですね、3000プレーンポイントがね、付与されるっていう風になりますので、もしね、SFCC をね、検討される方であればですね、5万プレーンポイントね、貯める必要があるわけなんですけども、4万7000プレーンポイントね、獲得するだけで、プラチナステータス、SFCC はね、完了するっていう風になるんですよね。その上ですね、今回ね、プレーンポイント2倍キャンペーンが来ているっていう風になりますんで、羽田、那覇ですね、こちらプレミアム運賃で搭乗すればですね、片道ね3352プレーンポイントがねもらえるっていう風になるわけなんですけども、今回のこのキャンペーンですね、2倍になるっていう風になりますんで、片道ね6704プレーンポイントがねもらえるんですよね。こちら片道ですからね、往復すると13408プレーンポイントがねもらえるんですよね。かなりすごいですよね。3往復と片道ちょっとするぐらいですね、 SFC 収入がですね完了するっていう感じになるんですよね。まあ、プレミアム運賃ということで、かなりね費用は高くなるかなっていうふうに思うわけなんですけども、最短でね達成できるのではないのかなというふうに思っております。またプレミアム株主優待割引運賃ですね、こちらであれば羽田から那覇ですね、片道ね2860プレーンポイントがねもらえるわけなんですけども、今回のキャンペーンでね2倍になりますんで5720プレーンポイントがねもらえるわけなんですよね。こちら往復するとですね11440プレーンポイントがねもらえるっていう風になりますんで、こちらの運賃だと4往復ちょっとでね達成できるかなっていう風になるわけなんですよね。まあ少しね搭乗する回数はね増えるわけなんですけども、こちらもねおすすめっていう風になっております。またですね、2021年ダイヤモンドでダイヤモンド防衛されたい方もですね、こちらのキャンペーンねかなりねいいのではないのかなというふうに思っておりまして、2021年に関してはですね、事前にね4万プレーンポイントがねもらえるっていうふうになりますんで、残りね6万プレーンポイント獲得すればダイヤモンド防衛できてしまうっていう感じなんですよね。こちらね、羽田那覇路線ですね、プレミアム株主優待割引運賃であればですね、往復ね11440プレーンポイントっていう風になりますんで、5往復とちょっとですね達成できるっていう感じになるんですよね。かなりすごいですよね。またですね、プレミアムメンバーステータス獲得チャレンジ2021っていうのもですね行われているっていう風になりますんで、クレジットカード決済額とですねサービス利用はね必要になるわけなんですけども、こちらね利用できる方であればですね、さらにねハードル下がるんですよね。こちらはですね、本当にクレジットカード決済できる方はですねかなりすごいことになりますよね。こちらはね達成条件になるわけなんですけども、プラチナステータスの場合はですね600万円決済とですね7サービスね利用できる方はですね3万プレーンポイントでねプラチナステータスね獲得できるわけなんですけども、こちら実質ね1万5000プレーンポイントでね達成できるっていう風になるんですよね。またねダイヤモンドステータスであればですね600万円の決済と7サービス利用できればですね5万プレーンポイントでねダイヤモンド獲得することができますので、こちらまあ実質2万5000プレーンポイント、またね400万円決済と4サービス利用で8万プレーンポイントでねダイヤモンドね獲得できるわけなんですけども、こちらもですね実質4万ポイントでね達成できるっていう風になりますんで、クレジットカード決済額はですね結構ハードル高いので、まあこちら利用できる方限定にはなるわけなんですけども、かなりね利用しやすいのではないのかなという風に思っております。いかがだったでしょうか。今回ですね ANA プレーンポイント2倍キャンペーンね
解説させていただいたわけなんですけども、いろんなキャンペーンがね来ているっていう風になりますんで、 ANA のステータスに関してはですね、かなりね獲得しやすいのではないのかなっていう風に思っております。 ANA のステータスね獲得されたい方はですね、ぜひね利用してみていただきたいなという風に思っております。今回の動画はねこんな感じで終わりたいという風に思います。この動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マイルとボンボンホテル、ヒルトンホテルのことについてね発信させていただいておりますんで、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。